はい、どうもキャックンです。今日は桃太郎さん、桃太郎さんというフリーゲームをやると思います。すっとこ出たぞー。きっと鬼の仕業だ。お、爽やかな桃太郎。もう一度鬼退治へと行く桃太郎。前回の仲間、犬、猿、キジを集めるために檻へ。犬、擬人化？そして桃太郎を疑う犬。しかし桃太郎、鬼の姿を見た人がいるという。犬にはきびだんごを渡さない。いい犬だ。次は猿の森。犬の擬人化だったから、猿もね、ほら。猿も疑う。こいつらまさか裏で何か知ってんのか。猿にはきびだんごを渡そう。猿賢そうだし。君のいる森に来た。まあ、そうなるよね、キジの擬人化。キジも疑う。これは絶対裏があるぞ。キジにはきびだんごあげない。
唐突に擬人化犬猿キジの回想に。鬼の友達を数ヶ月前に作っていた鬼ヶ島の鬼の生き残り。さあ、回想終わり。さあ、鬼退治だ、鬼退治。そこに鬼の友達が登場。鬼は悪事をした覚えがないようだ。鬼を倒す。鬼は敵だ。唐突に話す犬、友達は戦えないという犬。きびだんごと言って渡したのは小判だった。盗人が桃太郎だと？正体を現す桃太郎。そう、今回のヒットソードの犯人は桃太郎だった。まだ桃太郎に騙された。確かに対価は必要だけど、thank you.
桃太郎が思っきりやるだけになっていた。鬼のキノコに倒された桃太郎、天道に仇討ち。ということで、桃太郎さん、桃太郎さんというフリーゲームでした。